市川團十郎襲名し気づかされたこととは、市川團十郎。市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿を襲名した市川團十郎さんが、11月4日日本外国特派員協会で海外向けの記者会見を行い、襲名への思いを語りました。團十郎さんは襲名にあたり、襲名ということは地が名前を襲うという文字を使います。ですからやはり並大抵のことではございませんとコメントしながら、古典の継承を最も重要視しながらも、そればかりだとやはり滅んでしまう可能性がある、新しい若い方々に歌舞伎というものは面白いものだとご提示することも我々の一つの役目と思いを述べました。さらに今後に向け新しいことをやっていくことが架空でございますので、古いものを守ってれば良いという考え方もございますが、そればかりはならんというような決意と覚悟でございますと強い思いを語りました。また会見では新しいサインを披露し、1回目のサインはどうしても娘が欲しいということで娘にあげました。2つ目はこちらに納めさせていただきます、どうぞよろしくお願いしますと話しました。今回息子の市川新之助さんも8代目市川新之助を相続したことに、團十郎さんは地の立場として襲名に挑んだことで改めて気づいたことがあったそうで、今回團十郎というなる上で父や母が海老蔵襲名の時にかけてやってくださっていたことを改めて知るんですね。そうか、父はこうやって私を守っていてくれた、母もそれを支えていてくれた、父の愛、母の思い、そういったことも学ぶ場であって、それが襲名ということの裏にあるのではないかと思いますと明かしました。市川團十郎襲名し気づかされたこととは、市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。